使えるものは全て使う。
ああ、なんてこったい。逃げられるのかね。きっと捕まって、殺されちゃうよ。生きてさえいれば希望はある。救援機関が何とかしてくれるさ。本当かい？本当に私たちを見捨てないで。ロベンがこの後どう出るかわからないけど、君たちは見捨てないにゃ。安心するにゃ。それに君たちは車を降りてないから顔を見られてないにゃ。でもお姉さんたちは。自分で何とかする。心配しなくていい。なんとお礼を言ったらいいやら。そろそろ目的地だ。ライシャ、俺たちはここで降りよう。そうね。考え直してくれないかにゃ。ここは何もないにゃ。一緒にミネラーリヌイエボードへ行けば資源もたくさんあるにゃ。いや、ここが俺たちの目的地だ。ここでお別れだな。君たちも気をつけて。バイバイにゃー。はあ、ようやく一息つけるな。さっきはすまなかった。言いたいことわかる？君の言う通り、あの時は混乱に乗じて素早く逃げるのが一番安全な方法だった。俺はエージェントにあるまじき選択をした。それは認める。ただ老人や子供たちの顔を見ると、どうしても彼らを残して自分だけ逃げることができなかったんだ。甘すぎる。一体何を訓練してきたの？私が一人で逃げ出したらどうするつもりだったの？君ならそうしないと信じている。実際あの人たちを見殺しにせず最後まで一緒に戦ってくれた。知ったようなこと言わないで。全滅したらどうするつもりだったの？途中で何かを失う危険があるとか思わなかったの？それでも見捨てるなんて俺にはできない。そうなら、これをなくしても大丈夫だね。そのペンダントは俺の。地面に落ちてた。あんたの名前が刻まれてた。ありがとう。このペンダントはとても大事なもので。モンド、それがあんたの名前ね。ああ、そうだ。変だな。すでに自己紹介したような気がする。人の記憶は案外頼りにならないよ。中の写真はあんたの両親。ああ、中を見たのか。どうした？何でもない。愛されていたんだ。いや、二人の頭の中は実験のことだけだった。二人とも研究とやらのためにずっと研究室にいて、家には帰ってこなかった。これがなければどんな顔をしていたかさえ思い出せない。多分あんたが思ってるような人たちじゃないと思う。どうでもいいさ。6年前の事故で二人は行方不明だ。多分もう死んでるだろう。永遠に答えが見つからないことだってある。結局俺に残されたのはこの小さなペンダントだけだ。まったく、こんなのが何になるんだ。いっそさっきなくしちまった方が良かったのかもな。この話題はやめよう。慰めてくれて嬉しいよ。はーい、ハーストさん。大事なことを言い忘れてたにゅ。私たちのプロトコルを元に戻してほしいにゅ。
射撃許可権限はとっても危険だからニュー。あ、そうだな、すっかり忘れてた。操作ログを全て消せば射撃許可をオンにした記録も消えてなくなる。そんなこともできるのかニュー。さすがハーストさんだニュー。少し待ってくれ、すぐ処理するよ。さっきはバタバタしてて挨拶する暇もなかったよ。ありがとう、本当に助かった。前からあの兵士たちにはムカついてたから、これでスッキリだわ。ずっとこの時を待ってたんだアビー、私の勇姿を目にできなくて残念ね。あなたの実力は分かりきってるわよ。そこの無口なお姉さんの方なんか外したところを見たことないもの。それでもアビーよりは強いからね。言ったな、そこまで言うなら勝負よ。レッツファイト。そこのポンコツ二人は静かにするにゃ。油断しないでください、あれだけの騒ぎを起こしたんです。何か起きたら今度こそ終わりですよ。ルビーと相談したにゃ。ノレンの検問を避けて山道を走ることにしたにゃ。ちょっと大変かもしれないけど、その分安全だにゃ。そうだね、ロレンなんて怖くないけど、その方がいいよね。よし、操作ログの処理は完了した。ありがとうニャ。本当に一緒に行かないのかニャ。遠慮しておくよ、じゃ気をつけて。わかったニャ。さあ全員のタのタ。そうだ、最後に一つだけ、あなたの本名はハーストさんじゃないニャ。救援機関の人じゃないのも分かってるニャ。でもそんなことはどうでもいいんだニャ。バイバイニャ、エージェントさん。人形にもバレバレだったみたいだね。次はどうするの、エージェントさん。タザのセーフハウスはこの先だ、急ごう。なんだか君の気が緩んだような、勘違いか。ここまで来ればもうロレンの奴らも来ないと思ったから。君の直感はいつも恐ろしいくらい正確だな。どうしてそこまでわかるんだ。私はただ知っていることを口にしているだけ。またそんなこと言ってごまかして。待て、見えてる。変だ、前回はこんなものなかったのに。何連のトラップはこんな原始的な代物なの。ワイヤーなんて野生動物が間違って引っかかりそう。原始的だからいいんだ、見つけられてしまっても地元の漁師が仕掛けたで片付けられるからな。セーフハウスまでの最短ルートはこの先にある。奥に行くほどトラップも手の込んだものになるだろう。こんな風に仕掛けをするのはジェバンだけだ。彼はきっとこの先にいる。ジェバン、彼はタサの隊長であり尊敬する先輩でもあるんだ。絶対に信頼できる人だ、断言しよう。別にあんたの断言なんていらないけど。君も会えばわかる。そう、それで彼と連絡を取る方法はないの。地雷原を走り抜けるなんてごめんだから。まだ定時連絡の時間じゃない、通信したところで何も返ってこないだろう。ま、地雷をわざと起爆させれば慌てて飛んでくるかもしれないが。もっと穏便な方法を考えて。それが嫌なら自力でトラップを解除しながら進むしかない。心配するな、ジェバンのやり方はよく知ってるつもりだ。道を作るまで待っててほしい。それじゃ頑張ってね、エージェントさん。